じゃあ、始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。僕が今回紹介する本はですね、牟礼陽子さんのかもめ食堂という本です。この本はですね、6年ほど前だと思うんですけれども、映画化されたので、もしかしたら、ご存知な方いらっしゃるかなとは思います。ご存知ない方もいらっしゃいますけど、はい。で、早速この本の紹介を始めていきたいんですけど、まあ、まず第1に、僕がこの本を読んで何を感じたかっていうと、あんまり面白くないじゃんって、まあ、まず感じました。それはなぜかというと、僕がこの本に期待していたのは、この本は、日本人の40代から50代の女性が、フィンランドのヘルシンキに行ってカモメ食堂という、食堂を経営していくという内容なんですけれども、僕はこの本に経営が、カモメ食堂の経営が 大失敗から、大成功を収めるのかな、そういうなんかハプニング的なものを期待してこの本を読んでいました。しかし実際はですね、かもめ食堂を通じて日常生活、またフィンランド人との関わりが淡々と描かれているだけで、あんまり面白くないなと、そういうわけで先ほどの感想に至ったわけです。でも、それはかなり僕の読み方が甘くて、何度も何度も読み返しているうちに、この本の魅力がだんだんと分かってきました。っていうのは実は僕が期待していたそういう大きなハプニングとかはないんですけれども、日々の日常の温かさとかそういうものがたくさん詰まった本だと思います。例えばこの本の中の主人公、幸恵さんという人は、サラリーマンをやっています。そして、昔から料理が好きで、将来は自分の店を持ちたいと思って、フィンランドにやってきました。その時に幸恵さんの信念としてどういう店を作りたいかっていうものが、幸恵さんにあったんですけれども、それは、華やかじゃなくてもいい、素朴でいいから美味しい料理が出せるお店を出したいという信念を幸恵さんは持っていました。そんな幸恵さんですから、このかもめ食堂を開店した時のメニューに最初から、日本の手作りのおにぎりをずっとメニューに載せていました。ですけど、なかなかフィンランド人っていうのは保守的な感じなんですかね、なかなか食べてくれないんですよ。店員さんが勧めても、なんでこんな丸くなってるんだとか、中に何が入ってるのとか、この黒い紙みたいなのは何とか、そういう質問ばっかされて、なかなか本当に食べてくれないんですね。でも、だんだんと物語が進んでいくうちに、食べてくれる人が2人現れました。まずはトンミ君というフィンランド人の学生、この学生は日本が本当に大好きで、特にガッチャマンがガッチャマンが好きな学生なんですよ。本当に何て言うんだろう、ガッチャマンが好きすぎて、幸恵さんに歌詞を聞いて、歌詞教えてもらったよ、教えてもらったよって店中にこう言いふらかしちゃうような、本当に明るくて能天気な学生さんです。この学生さんは、もうおにぎり食べてくれましたし、だんだん仲良くなってきたリーサさんっていうおばさんがいるんですけれども、その人最初おにぎり全然食べてくれなくて、捨てちゃったとかまで言ってたんですよ。ですけど最後仲良くなってきて、食べてくれたんですね。でその時に言った言葉が、幸恵さんに言った言葉が、あなたが言ったように、人に作る時の気持ちがこもって美味しいわって言ってくれたんですね。そういうなんか温かさが詰まった本なんじゃないかなと思います。まあ、幸恵さんがお店を開くときに言った、素朴なお店を開きたい、そういう思いがこの本の中には本当に染み渡ってるんじゃないかなと思いました。そういう温かさとか、日常生活に味わえる嬉しいこと、そういうことがたくさん詰まった本なので、皆さんもぜひ気になって
見てみたいな、読んでみたいなと思いましたら、手に取ってご一読していただければと思います。以上です。ありがとうございます。そうですね、本屋を歩いていて、このビブリオバトルに何を読もうかなって思ってたんですよ。それで偶然取った本でしたね。かもめ食堂っていうタイトルに書かれて取った本でした。はい、そういう経緯です、はい。もう一回、著者は誰でしたっけ？ムレイ陽子さんです。はい、ムレイ陽子さん。はい、どんな人だった？その人の他の本を読んだことあります？僕はムレさんの本はこの本が初めてなんですよ。はい、エッセイ書く人？そうですね、エッセイとかも書いてらっしゃいます。エッセイ読んだことあります？あ、すいません。どうしてフィンランドとかそういう理由が？フィンランドですか。主人公の人は、まず素朴な料理店を、日本の人は味が分かってないんじゃないかって頭にあったんですよ、料理の。雑誌での口コミとか、人気とかそういうので決めてるんじゃないかっていうのがあって、でアメリカとか中国とかそういうところには入る隙がないから、なんとなくフィンランドが言っています。はい、かもめの理由はかもめはですね、フィンランドに着いた時に、港に寄った時に、フィンランドのかもめすごく丸くて特徴的で、それにつけちゃおうってなったみたいです。はい、今日僕が紹介させていただく本はこちらです。高橋克彦さんの「総門谷」という本です。これはどんな本かといいますと、かなりオカルティックでミステリーな小説です。これどういう時に出会ったかといいますと、僕が高校3年生の時に受験勉強がすごく嫌で、目をそらすためにですね、UFO だとか、なんかこうユーマだとか、そういう不思議なものに興味を持って、なんかそんなのばっかり調べてた時期があったんですね。でそしたらそんな時に父親が、お前そういうのに興味あるんだったらこれ読んでみろよと。で僕当時読書も嫌いだったので、こんな本渡されても、いやいや何言ってるんだと、こんな読んでられないよって言ってたんですけど、読んでみるとまあ面白くてですね、もう夢中になってしまったわけです。でこの本なんですが、どういうふうに始まっていくかといいますと、 UFO 騒動がきっかけでこうどんどんいろんなミステリーが連鎖していくといった構成の本です。でどんな話かといいますと、UFO 騒動なんですけれども、あるテレビ局で UFO の特番を放送しようということになりました。でなぜそんなことになったかといいますと、ある地方の医者がですね、私は UFO を見たと、で散歩が趣味だったから山の中で UFO を見て写真を撮ってきた、でこれがかなりすごいと思うので記事にしてくれといった感じで、こうテレビ局の方にオファーがあったんですね。でテレビ局はそれに食いついて、これは面白いと、テレビ番組を作っていきました。それを実際に放送してみると、こう大反響で、すごいみんな喜んでくれて、なんかこうファンレターみたいなものが来たりとか、すごい大変なことになったわけです。ただそこで一通だけ苦情が来まして、それはどんな苦情だったかといいますと、そのインタビューに行った先の医者からの苦情だったんですね。で内容はどんなものだったかといいますと、いやあれは私じゃないと、お前たちは私にインタビューをしたと言って、これはまるで事実かのように語っているが、あそこの医者は確かに、あそこの病院は確かに私の病院だったと、取材をした場所は確かに私の病院だが、あれは私じゃない、お前ら どうしてこんなことをしたんだと、これは私の権威にも関わるから、もうその嘘だということを認めてくれっていうふうに電話が来たんですね。ただテレビ局の方はもちろんそんな訂正はしているつもりはなかったので、どうしてそんなことになったのと、確かにあなたが鍵を開けてくれて中に招き入れてくれて、で看護師さんと一緒にインタビューしたじゃないですかというふうに話をするんですが、どうも話が噛み合わないわけです。でそれがきっかけとなって、じゃああの UFO の写真を出してくれた医者は何だったんだと、誰だったんだと言って、その人を追いかけていくところから物語が始まります。でこの後はさらにいろんな想像が起こっていくんですが、それはまあご自分で読んでみてください。でこの本なんですが、今 UFO と言いました。UFO だけじゃなくて、
例えば鬼とかそういった不思議な生物の話、あとは岩手の方の隠れ里という概念が出てきまして、地図にも載っていない不思議な村があるとか、さらには秘密結社フリーメイソンだとか、そういったオカルト好きにはたまらないようなこうチップが散りばめられています。かなり面白いんですが、こんな本にも欠点がありまして、まず一つ目はこう見ていただくと分かるんですが、文庫サイズですがかなり分厚いです。全部でですね、700ページ以上、800ページ弱ですね、あります。ですので読むのがかなり大変です。面白いから読めるとは言ってもかなり時間がかかってしまいます。もう一つの欠点がかなり致命的なものなんですが、面白いのは前半の200ページちょっとだけなんです。これはどういうことかと言いますと、その200ページちょっとでだんだんその UFO 騒動の犯人が分かってくるんですね。で、残りの500ページ何をしてるんだというと、その UFO 騒動の犯人との戦いの場面なんです。で、戦いがかなり冗長というと失礼ですが、ミステリーを求めて読み始めた人にとっては面白くない。どんな感じかと言いますと、超能力バトルのような形になるんです。なんかこうくだらない特番みたいな内容なんですね。ですので、こう謎を追っていく楽しみを求めて読み始めた人からすると、後半の500ページはもしかしたらかなり退屈だけど、決着をつくとこ見たいから頑張って読むという形になるかもしれません。ですので一概にお勧めできないんですが、これがこの本の最大の魅力だと僕は思っています。どういうことかと言いますと、オカルトというのはまさにそういうものだからです。最初に出てきた UFO の話もそうなんですが、 UFO というのは未確認飛行物体という意味です。つまり何かわからないものが浮いていればそれは UFO ということです。もしかしたらそれはただの飛行機かもしれない、人工衛星かもしれない、だけどもそれが確認できない以上何ということもできるわけです。例えば宇宙人の乗り物だとか、それだとか未来人のタイムマシンだとか、はたまた地底人がこう空に出てくるときに乗ってくるんだという人までいます。で、こういう話ができるのはなぜかというと、それが未確認だからです。それが後で人工衛星と分かった瞬間にもう夢も減ったくれもありません。ただの人工衛星です。で、オカルトというのはそんなものなんです。例えば皆さんネッシーって聞いたことあるでしょうか。あのネッシーっていうのはこうネスコという湖に現れたこう首長の恐竜のようなものなんですけれども、あれは実はユーマというふうに未確認生物だとして言われていたんですが、そこの地元に住んでいる医者が、あれは私が模型を浮かべている写真を撮ったんだというふうに白状したことがありました。それによってそれまでネッシーっていう存在を信じていた人たちは、え、そんな、なんでそんなわけないじゃんと、恐竜はいるんだよと、もうむしろ嘘を信じたくなってしまうというような心理現象が起こったことがあります。つまりオカルトというのは分かってしまうまでが花、分からないから面白い、でその分からないから面白いというのをこの本が体現しています。分かった500ページは本当につまらないです。ぜひ読んでみてください。以上です。ページ数の暇あるんでちょっと大変なのか分からないんですけども、面白かったところは、最初はその盛り上がりのところ、このクレッシェンドのところはちょっと一日ダラダラと読みました。その当時あまり読書も得意ではなかった。で、こう火がついてきてからもう一気に面白いところに向かってしまって、もうその次の日から努力の日でした。それが1週間ぐらい続きました。はい、はい、そんな感じです。そしてちなみに、はい、その本読もう、まあもらってお父様からもらって、はい、読もうと思ったと思うんですけれども、はい、その時はどう思って見始めたんですか。やっぱりその UFO 的なその謎解きを求めてやっぱり読んじゃったんですか。そうですね、はい、この裏に書いてある煽り文句がですね、こう岩手県で1年間にわたり UFO の目撃者が続出、そして奇怪な焼死体さえも、だがこの UFO 騒動の裏はうんぬんかんぬんと書いてありまして、はい、こういう煽り文句にオカルト好きはもうすごく弱いんです。僕はもうこれを見て、これどういうことだと、どういうふうに UFO の意味付けをしていくんだこの人はと思いまして読み始めたわけです。ところが最後はもうジャンプのバトル漫画のような超能力ペースになってしまって、ちょっとがっかりしたということもありました。ですが総じて見れば結構面白い本なんじゃないかなということができると思います。きっかけがあのお父さんが勧められた、はい、ということだったんですけど、お父さんとその本の内容について議論したりとか、しました。で、すごい面白かったんだけど、後半がちょっといまいちだったって言ったら、ああ、そういえばそうだったなっていう感じでこうさらっと見ながら、ただ僕の父も結構そういうオカルトが好きでして、この人の他の本で、竜の棺とノアの箱舟についての話だとか、あと他にもなんかこう、八尾井純一が書いたような UFO のドキュメンタリーみたいな本であったりとか、そういうちょっと不思議なものをいっぱい持っている父だったので、結構話も弾みましたね。はい、さっきはちょっとなんかいろいろアードコード言ってから紹介しましたが、早速紹介します。こちら今日紹介する本、ハーモニーという本です。ちょっと文字小さくて読みにくいですね。この本、近未来を描いています。医療技術がすごく高度に発達した未来です。病気になる人はいません。
ほとんどの病気は放逐されてしまいました。そんな世界で政府は健康と人の親密さっていうのを大切にした社会を作り上げていました。でそこである時いろんな国でいろんな場所いろんな人が同時刻に自殺してしまうという事件が起きてしまいます。その社会においては人っていうのはものすごく大切なことです。自分自身のことも大切なので自殺するっていうのは相当意味嫌われていることです。それなのにそんな事件が起きてしまいました。で主人公は WHO の査察官なんですけれども、その時友達とご飯を食べていたんですね。その友達が自殺してしまいます。その事件です。その事件の一環です。さあこの時に主人公はさあなんでその事件が起きてしまったのか、そしてなぜ友達は死ななければならなかったのかということについて調査を開始するっていうところからが物語です。まあぜひね最後はまでは自分で読んでいただきたいなと思うんですけれども、この本、失礼しました。最近ノーベル賞出ましたね。 iPS 細胞山中さんと、ジョン・ガードンさん。医療っていうのは確実に進んでいます。こんな未来もあり得るかもしれません。この本後ろにユートピアの臨界点って書いてあるんですね。ユートピアっていうのはまあ夢の国のような話なんですけれども、さあ人間関係もすごく良くて病気もしない国です。さあ何が嫌なんだと、それがユートピアの臨界点で何が起きたんだっていうのを調べていきます。で僕正直このユートピア嫌です何なぜかっていうと体に害が及ぶものを取ることがダメですって言われてるんですね。でコーヒー飲んだだけであの人コーヒー飲んでるカフェイン取ってるって言われちゃうような世界です。僕カフェインすごい好きです。コーヒー大好きです。毎日飲んでます。それなんでちょっと嫌だなと思うんですけれども、さてこの本作者伊藤恵角さんと言います。この作者がなんでこの本を書いたかっていうと実は予想できるんですね。この本作者伊藤恵角さん2009年の3月に肺がんで亡くなっています。この本書いてる最中闘病生活でした。そこからアイデアを得て病気のない国っていうのを作ったんだと思います。しかし本当にそれが本当にすごいっていう点はその作者がそんな世界を作ったのに対してその世界どうなんだよっていうふうに疑問をどんどん投げかけていくんですね。そんな世界本当に幸せなのかと、自分が作った世界ですきっとその人もすごい幸せになれる生き残れたかもしれない未来です。それに対して疑問を投げつけていって、でまあ人間関係もいいですよ、病気もないです。この人がでハーモニーという名前をつけました。一致、調和、そして協調ですねっていうような意味合いです。その一致、調和っていうのの本当に究極的なものが最後に現れます。最後はもう本当に一致、このハーモニーっていうタイトルをまさに表したような最後になります。主人公はその謎を追って謎を解決することができます。しかしこのハーモニーという言葉ぜひ小説読んでいくとどん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 あれハーモニーってもしかしてそういう意味だったのとどんどんなんか色が変わっていくんですね。こう真っ白な表紙なんですけれども色がついていくと言いますか自分が思ったような色がついていきます。ハーモニーそんな意味なんだ、自分なりのハーモニーという意味をぜひ求めてください。そしてあなた方にとってもしこういう世界が来たとしたら幸せでしょうか。ユートピアの臨界点自分は許容できるかっていうのをすごく考えてほしいです。僕はできませんでした。ぜひね読んでいただいてこういう近未来もあるんじゃないかとぜひ考えてみてください。また時間を持ってしまいました。それでは終わらせていただきます。ありがとうございました。いただいた本というのは、はい、多分ほとんどみんなが読みたくなるようなそういう感動したいという人方が読みたくなるような本だと思うんですけども、はい、それに対してちょっと経路が違う今回紹介していただいたんですけども、はい、それは先ほどの本とのは全然変わりなくなってます。そうです、まあ、変わりはないんですけれども僕一貫してここで言いたいことは自分について考えてほしいんです。まあ、先ほどの作品では幸せについてすごい考えてほしいって言いました。
でこっちあの社会が作られていてすごい統制されてて病気もないし、それで人間関係もいいならいいじゃないかって思うかもしれないんですけれど、これ読んでみて本当に自分はこれ許容できるか、こういう未来が来たら自分は許せるのかっていうのをぜひ自分だらどうなんだっていうのを考えてほしいなと。あの本当にあの僕は井戸計画さんすごい好きだったんですよ。この人はあの亡くなった時相当ショックだったんですけれども、あのこの人の文章すごい美しいんでね、あのそういうところも含めてあの読んでいただきたいなっていうのはあって、まあ、今日紹介します。2点ですね、そのあの自分のことに考えてほしいと、この伊藤計画さんの文章を読んでほしい、この2点で紹介させていただきました。はい、どうでしょうか。どうでしょう、質問ないでしょうか。僕はあのこの空白の時間すごい苦手なんですよ。特にどういう人に読んでほしいとかそういうのは。あ、そうですね、あのいやまあまあどういう人、まあ全員には読んでほしいです。とりあえずどういう時に読んでほしい。時はあのもしね、あのまあこれ正直僕あのこれから学会行くぞっていう時に手に取って読み始めました。あの小説読めばその先のことを忘れられるんで緊張しなくていいかなと読んでたんですけれども、あの今人間関係すごい大事にされてます。医療の関係も大事にされてます。で人間関係に行き詰まった時に読んでみるといいかもしれません。そこ人間関係っていうのが本当にみんな人間関係よくしてるけど、いや本当にそれでいいのかっていうのも出てくるんで、ぜひね、あのその人間関係だけが全てじゃないぞというのをあのもしその人が思ってくれるんだったら嬉しいなとは思いますね。はい、何かいないでしょうか。30秒です。どうですか。10秒くらいありますよ、ね、パッと取れますね。はい、第2回ですね。ではありがとうございます。ありがとうございます。僕4日前に考えて、で本2冊選ばなきゃいけないと思って、あの本当に好きな2冊持ってきました。であの皆さんの小説もね、実は読んだことない作品ばかりでした。ここにある本実は1冊もまだ読んだことありません。あのぜひね、こういう出会いあったんで、あの読んでいきたいなと思います。あのこういう機会で本が好きな方があのつながっていけるってすごいいいことなんで、あのまたねこういう機会あったらみんな挑戦してみてで参加していただけると嬉しいかなと思います。今日はあの、ね、優勝させていただきましてありがとうございました。東京に向けての抱負。東京に向けての抱負、声裏返っちゃいましたよ。東京に向けての抱負は、あのいやあの正直実感ないですね今ちょっと。あの東京行くんだみたいな。あのでもとにかくまた京都一緒です。
好きな本をみんなに広めに行きます。あの静岡代表としてね、あのやっていきたいと思います。頑張ります。頑張ってください。全国大会なんですけども、10月21日日曜日に秋葉原で行われます。で、ここで日本一ですね、決まります。で、大塚さんには静岡県代表としてもらいますので、ぜひ頑張ってください。お願いします。